の道路情報をお知らせします。はじめに上り線下り線共通の情報です。京王道では京王道あきる野インターから相模原インターまでの区間で悪天候により通行止めになっています。続いて下り線の情報です。東名高速では東京インターから横浜青葉インターまでの区間で悪天候により通行止めになっています。次に富士インターから清水ジャンクションまでの区間で高波により通行止めになっています。次に新湘南バイパスでは新湘南バイパス下り藤沢インターから茅ヶ崎海岸インターまでの区間で悪天候により通行止めになっています。引き続き上り線の情報です。東名高速では横浜青葉インターから東京インターまでの区間で悪天候により通行止めになっています。また秦野中井インターの先を先頭に3キロ渋滞通過に10分ほどかかっています。次に新湘南バイパスでは新湘南バイパス上り茅ヶ崎海岸インターから藤沢インターまでの区間で悪天候により通行止めになっています。なお9月9日から12月20日大井松田インターから清水ジャンクション間で東名リニューアル工事を実施いたします。工事期間中は通行止めや閉鎖になる施設があります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。どうぞ安全運転でお出かけください。他の情報をお聞きになりたい方はご利用になりたいコードとシャープを路線コードを確認したい方はシャープを押してください。